川の流れ理論と川流れ理論完全版って言った後にね、いろいろまあいろいろ考えてね、あれね、空想広がるわ、ほんと想像力広がるわ。今んとこ出た結論としてはね、あれ川の流れ理論はダメだなと思ってきた。あのね、多分ね、何が間違ってるかというとね、現在が実は分かんないんだよ。うん。始まりと終わりっていうのが多分同時に存在するんです。始まった瞬間に来る、一秒の狂いもなくね、同時に終わりも発生するんですよ。これは量子の光より速い情報伝達の仕組み、量子テレポーテーションの話がありまして、それでもしかしたら対になってると、ペアになってんじゃないかなって。宇宙の無限も無限だから、始まりの無限だから終わりも無限、サイクルが多分くるくる回ってんじゃないかなと思う。爆発と収縮と爆発と収縮と何かわからないけどね。で、思ったことが、因果律の説明とかラプラスの間って言われてる、現在をすべて、計算する、把握することができるならば、未来を予測することができる。未来は決定しているって言ってもいいっていう考え方が、ちょっと変えてみた方がいいなと思いました。言い換えたら、現在が一番わからない。というか、現在がわからないんです。始まりと、つまり過去と未来は決定していると思っていい。始まりと終わりはね。しかし現在が実のとこは一番わからないよ。だってほら、これを話した時点でもう未来に飛んでるからね。そして、思考停止中もう早く話が、因果律の説明では原因と結果、そこまではいいんだけど、ラプラスの間って言われてる考え方、まあ全てを把握したならば未来の運動、未来のことを予測はできる、未来のことも見えるはずだ、現在のすべてをね。そこが間違ってんですよ。のび太くんの干渉、未来からの影響や、量子って言われてる分野での、なぜかは意味はわからないんですが、未来からの情報を、が入り込んでいる可能性があります。これを初めて見た人は何言ってんだこのバカと思うかもしれないけど、俺も初めて見た時になんだそれと思ったけどね、見る人とかがいるとなぜか確定するんですよ。変な方向に。いや、もっと説明が悪いな。見るまではなんか存在しまくってというか、あちこちにあって、見た瞬間にその存在が確定するっていう変な現象があるんですよ。見なきゃ見えないんですよ。というまだよくわからない世界なんですね。しかもその実験ではね、どうも未来の情報が過去に影響を与えているというか、現在の実験に影響を与えているっていう可能性が出てきました。もうそもそも光より早く
変化を伝える性質があるというのが分かってますので、もうこの時点で多分空間っていう考え方がちょっと変えた方がいいと思います。時間とか空間という考え方。これ時間を連続したものと思って、ただの連続した化学反応と思ってました。自然界のただの流れ。人間だったら細胞分裂を繰り返して、いずれは死ぬと。宇宙だって膨張してるっていう動き、ただの動き。その、連続した動きが、ものすごい細かくしてんだろうなぁと思ってたら、ちょっとも違う可能性がある。時間の概念が多分、俺の間違ってる可能性がある。多分みんなそう、俺と同じように思ってたと思うんですよ。高校レベルの人のね、科学の知識では。俺高校レベルだから。いや、高校レベルすらないかもしれないけどね、不登校してたから。でも大学では違うレベルで話をしてるみたいなんですよね。うん。時間が実はそういうものではない。連続ただの物質の変化の細胞分裂とかしてたり、物がただ動いてたり、宇宙が膨らんでたり、そういう変化をただ時間って呼んでるだけなんだよーって、と思ってたんだけど、ちょっとと違うんですよ。何か違う。違和感が出てきた。実のところ、時間というのは分かりませんが、未来と過去が同時に存在しているかもしれません。だから、タイムマシンとかそういう、俺がなぜ過去にはいけないと思ってたのかっていうのは、だってただ、俺たちが変化している、細胞分裂が繰り返しているだけの世界の、世界というか細胞分裂をしているだけの現象を時間っていうんだから、ほんなの過去に戻るものにもあったもんじゃないじゃんって、未来には行けるよって、俺たちがその停止をしたり、光に近い速度に飛ぶと、物質の動きがね、ゆっくりになるみたいだから、つまりゆっくりになるってことは他の周りの人たちは、普通に動いてるわけだから、それよりゆっくり動くってことは、差が生じて、俺たちが一日過ごした時、周りでは実は何百日と過ごしているということは、うん、物質の動き、細胞分裂とかの動き、回数がね、俺たちは光に近い速度で飛ぶと遅くなるから、または、冷凍保存されたりね、すると止まるから、それで時間が飛ばせることができるから、未来には行けると、俺は思ったんだけど、過去にも行けるとなると、ちょっと話が違ってくるんだよ、やっぱ。過去に行くとなると、細胞分裂とかの、その回数とか、そういう理屈じゃないんだよね。変化とかの理屈じゃないんですよね。これは過去に影響を及ぼせるということは、つまり、俺が思っているような単純なものではなかったと。実験で確認されているもんだから、もうこれどうもできないんですよ。実験では成功しているみたいなので、つまりは過去にタイムトラベルできるかはわかんないけど、過去に情報を送り込むことはできる可能性が、あれ、まあ、受け取る人がどう受け取れきるか分かんないんだけどね。決めてからそういうの技術は使わないと、何か未来から何か情報を送ったとしても、情報っていうのはね、どういう、分かんないもんね。お手紙はとかやれるわけじゃないからね。でも、これが面白いのか。ここ。人間の脳に入ってるものも同じようにちっちゃいな粒々です。粒子とか量子とか電子とか言われてるやつらです。だから、未来の俺が過去の俺に何かしらの影響を与えたり、未来の出来事が俺たち全員に何かを与えていたりを実は常にしているのかもしれません。うん。ちっちゃな電子とか光の粒とかを
観測しようとしてると変化するっていう特性からも考えられるのは、つまり日常的に俺たちはそれを行っているのかもしれません。変化を与えているのかも。で、それをひっくるめた上で考えたのが、未来と過去が決定してて、現在が全くわからないと。だから、未来と過去のことがわから、実は一番わからない現在がわかると。いう理屈に今のところたどり着いてます。言ってる意味が自分でもよくわかりませんが、今が一番実はわかんないんです。フラフラしてるんですよね。箱の中に猫を入れて生きているのか死んでいるのか1時間後にさ調べようってなったら、蓋を開けるまでは猫の精子は確率的には五分と五分、生きているのとか死んでいるのかわかんない状態、どっちでもある、どっちとも言えるという状態の理屈があります。で、箱を開けた時にその猫は初めて生きているか死んでいるのかが確定するんだという理屈があります。それと同じような話で、実験でその光の粒とか電気の粒をね観測して初めて見て、こうやって分析して初めて存在を認識して、その動きを確定することができると。その確定するまでは、そのプロセス、どう動いてるのかとか、全くわかんないんです。らしいです。だから見るまではわからないと。予測計算不可能ですと。それから考えるとさ、現在っていうのが最もわかんないんだよね。今もほら、進んでんだけど、時間っていうの、ね、進んでんだけど、今がまさにわかんないんだよね。だから、過去と未来は決定してるんだけど、今がわからない。だから、未来と過去はもう決定してるって考えていいと思います。たとえのび太くんとかが現れてもね、変えられないんだと思う、多分。よく、のび太くんとか、自分の親を殺すと、おじいちゃんおばあさんを殺すと、自分が生まれないと。俺の親が生まれないからね。でもそれってさ、多分、俺のおじいさんは多分出会いとかを邪魔して俺が生まれないようにして影響を与えた瞬間に違う世界にスピンするんだと思うんだよね。ポンって飛ぶと思うんですよ。もしくは変わった瞬間に俺自身が多分認識から外れて消滅すると思うんです。世界、ペンって変わるのかもしれない。それはいろんな考え方があるんですよ。いっぱい同じような宇宙があって、いっぱい同じような世界があって、そこにスイッチするっていう考え方と、移動するって考え方と、一本道の未来が書き換えられたことで、もう認識から外れるからね、俺消滅しても周りでも生まれていないことになるから、その世界から俺が消えても、俺が甘えに与えた影響もね、消えるんだけど、でも、始まりが決まっていた瞬間に、未来も決定するから、何の問題もなく進むの、俺が存在しなくても。アメリカの大統領が存在してもしなくてもね、アメリカ大統領の生まれる前に行って、その出会いを邪魔したいね。だから子供が作られない。アメリカ大統領を誕生させないってことをしたとしても、何の問題もなく世界は進む。
それは始まりが決定した瞬間に未来も同時に全く同じように同時に出現するから、二つはペアになってます。対の存在です。始まりであって終わりであるんですよ。これを二つは対です。だからマイナスとプラスのように同じようなもので同時に存在するんですよ。始まりであって終わりである、この二つは切り離されないものでね、始まりであって同じである、二つの性質が同じで、兄弟というよりも同じオリジナル同士、意味付けはなし、ただそこにあるだけ、そういうものが存在するだけ。これ自然現象ですから、理屈で考えようとしたらダメ。ただそういうもんなんだからって考えないとこれはいけない。これをあれこれ理屈で考えるとね、わけわかんないから。そもそもだから光より早くこの二つはね、面白い現象を起こすんですよ。これをね、量子テレポーテーションっていうらしいんですけど、光が例えば何時間かわかんないけど、かかるような距離に置いたこのペアね、普通は光より早く情報は伝わらないと思われてたんだけど、こっちがポーンとちょっと性質を変えると、こっちもその瞬間ポーンと変えるみたいなんですよ。この実験が厳密に計算してね、光より30分早く着くのか、それとも全く同時に変わるのかは分かりませんが、多分同時に変わるって解釈でよかったと思う。知らないけどね知らないんだけどね。同時にこっちが変わった瞬間にこっちもポンって変わる、まあ、つまりポンって変わるってこと。ポンって、こっちがポンって始まって、そして到達してポンじゃなくて、この俺たちのいる三次元空間っていうのがこいつらにとっては無意味な存在でね、ポンポンってなくて、ポンポンじゃなくて、ポン。こっちが変わった瞬間、こっちも同時に変わる。ポン。ポンポンじゃなくて、ポン。で、この宇宙を11次元で捉えて考えるのもまた進んでるんです。11次元って俺何って思いました。まず3次元空間っていうのはよくわかります。ゲームとかしてると立体映像でね、ほら、縦横斜めとかあって、奥行きもあってね、三次元体があって。昔の 2D ゲーム、アニメのドット絵のね、2D の格闘ゲームとかしてたけど、今は 3D が主流でしょ ?FF でも何でも、ファイナルファンタジーでも、何でも 3D が基本。それが今度4次元となると、何のこっちゃいと。でその何のこっちゃいもわかんないのに5次元、6次元、7次元、8次元、9次元、10次元、11次元で宇宙が表して考えてるみたいです。うん。それで何とか説明ができてるみたいです。宇宙のね、謎の一つ。重力の話とかで、ね。うん。そういうのをね、理屈はわかんなくていいんですって。なんじゃ、そんな感じです。自然現象だから、そういうものだからって、四捨五入と一緒。ここ何回も俺こういう説明でするんだけど、四捨五入って俺できなかったんです。なぜできなかったというと、四捨五入と習ってないのに四捨五入の問題出されたからね。で、四捨五入ってなんだよって。四捨五入ってなんだよって。俺も言ったからね、その問題解かせた人に、俺基礎習ってないんすよって。習ってないんでって。基礎できてないんでって。ほいだら、あーって顔してましたね。いや、教えろよ、その瞬間に言って。あ、これはね、大塚くん、四捨五入って言ってね、ただ4と5でね、決まり事つけてるから、4は切り捨てていいんだよって。5は繰り上げて、小数点以下の、だから、5.5 だったら、上に上げて6にしちゃってくださいって。5.4 だったら、もう4を捨てて5にしてくださいって。それでいいんだよって教えてくれば言いたかったんだけど、俺の場合教えてもらってなかったから、わかんないって。ずっと考えてたんだよ。なんだよ。5と4の境に何があるんだよって、どういう理由でこの算数なってんのってずっと考えてわかんなかった。
どうなってんだよって。4と5って何が違うんだよ、何が違うんだよ、わけわかんねえな。なんで四捨五入できんのって。そんなとこに引っかかってたのね。それと同じで決まり事。ただ宇宙がそういう決まりで作ってやるだけ。俺たちの考え及ぶとこじゃなくて、そういうルールだと思います。だから、新しい川の流れ理論。確かに未来も決定してるし、過去も決定してるんだけど、実のところ、現在が一番わかんない。だって、止まらないし、止めた場所がわかんないし。でも、未来と過去がわかったならば、途中もわかるよね、と。川の流れの分岐点をあっちこっち、あっちこっち行ってるのは、過去と未来が分かってるならば、始まりと終わりと考え方をちっちゃく繰り返していくとね、どこで分岐するかも多分分かるだろうし、多分計算でもね、結果が何回も計算しても違ったとしても、同じような考え方で、毎回答えが違っても細かく見ていくと、始まりと終わりって考え方で区切っていくと、途中経過の式が全部見えてきて結果に至るんじゃないかなーって。知らないけどね知らないんだけどねでもそう考えられると思うから、だから川の流れ理論変えないといけないかなーと思ってる。まあこれ以上突っ込んでもな、もう計算で表せる知識がないから、ただ頭の中ではこれでそうなんだろうなと思ってる。実際のところ未来と過去が同時にあって、現在が実は一番不安定で状態で、だからね、今があるから未来があるって言っていいんだけど、今の現在がふらついてるから、量子力学の世界でそんな不確定要素がいっぱいある中で、なぜ未来が完全予測できるんだよっていう話があってね。あ、そう考えていると、じゃあ未来と過去が確定していた考えると、現在っていうのはまあ放置していいんだよね。正確に放置するも何も、もう未来決まってるんだから、そこに行くんだよ勝手に。現在がそれが未来からの影響を受けてるにしよう、何にせよ行くんだよそこの方向に。だから結局は因果律の考え方、原因があったら結果がある、それは変わらないんだけど、決定論って言われてる、つまり連続するこの現在が全て分かったら未来が予測できると、分かると、何全てが分かるとというのは実のこと間違いで、考えるべきは現在が実が一番分かんないということ、そして未来が一番分かると、過去と未来は絶対に分かると。この二つは確定しているんだと。そこから、もう、今を特定することができると。ある一点の区切っていけばね、ピタッと止めてみることができるはずだから、はい、捕まえたーって。1900何年何月の何月何日何曜日の何時何分何秒の現在って言ったやつを確定させちゃったと。未来と過去が分かれば、至った道が分かると。筋道が、川の流れが分かっちゃうと。っていうような妄想を働かせた午前4時近く。いや、アップしとこうと思ってね。俺の川の流れ理論、これちょっと違うわと思ってね。現在は、が一番わかんないんだわって。
で、一番危ないんだわ。で、現在が不安定なんで。でも不安定と言ってるけど、実のとこ、過去と現在が、あ、じゃあ未来と過去が決定してる時点で、現在もそれに沿って動くはずだわ、と。で、未来から影響するにしても何にしても、それも含めた上で変化していくんだわ、と。予定調和。もう予定通り動いていくと。悪い意味で言ってるんじゃないんですよ。努力もするし、自分がなりたいものを目指しているしね。で、目指した結果、挫折して、違うところに行くかもしれないし、成功するかもしれない。そういうのはもう、このレベルのお話とはちょっと違うのね。俺たちはほら、未来が決まってるって言ってしまったら、運命は決まってるって言ってしまったら、ちょっとネガティブなイメージを持ってしまう場合がある。でも実のところそんなことはなくて、俺たちはちゃんと努力するし、なりたいものが見つかったらそれに向かって努力し、好きな人がいたらそれに向かって好きですって告白もするし、アプローチもするし、告白もするし、語りかけるからね。それを全くしないで、どうせ決まってるんだからな、とかわけのわからんこと言い出したら、いや、あなたが動かなかったら、それは、そういう未来が来ますよ、当然と。いう話でね。だから、未来は決まってるし、過去も決まってるし、運命は決まってるんだけど、現在は決まってない。もう、ここに来た時点で、これ見て人、頭痛いでしょ。こいつ何言ってんだと思ってるでしょ。実は言ってる俺も一番わけわかんないんだけどね。言ってる俺も。でも確かなんだよ。頭の中で考えるだけでは。数学では俺、表現できないんだけど。でも、こう考えると、わー、なるほどね。すんなり言ったんだよ。未来と過去は実はペア。パンって決まるの。同時に発生します。未来と過去。つまり、始まりと終わりはパンって決定します。同時です。で、同時に存在してるんです。しかし、現在、中間と地点、が、何もわからないの。ここが、実のとこは。こう、連続した変化っていうのじゃなくて、実はここ、流れみたい。なんか、よくわからない動きをしてる。ここが実は一番わからない。だから、感覚としては、過去、未来、そして現在って流れにあります。今までだったら、過去、現在、未来っていう、過去、現在、未来っていう動きをすると思ってたんだけど、でも実際のとこは、過去、未来、そして現在、もっと正確に言うと、過去と未来が同じで、同時の場所で、現在がある。数学、なんか、コンピューターとの01信号のやりとりがあるじゃん。俺、なんとか法、二進法とか、なんじゃよくわかんない柔軟進法かなんか知らないけどさ、その0と1のデジタル信号、その0っていうのが、過去の始まりの起点というか、始まりの場所ね。スタート地点。ゼロ、発生した。発生したのがゼロ。で、1がプラスの未来。で、その0と1には、中間があるの。という考え方。0.5 じゃないよ。この0と1が、2つが同じもの。同じもので、そしてその中に、見えない数字がある。0.5 じゃないよ。0と1。その2つは、0と1は同じ性質。ただ0と1って言ってるだけ。始まりと終わりを同時で考えて0と1。未来が1。過去が0。始まりが0で、先が、終わりの方が1。で、現在はその間にある。しかし、見えない。わからないから、表現しない。だから、過去と未来は同時に存在して、同列として扱って、順序は立てない。過去、始まりの過去と未来は、同列の、序列の位置、もう同一、あ、同、もう眠くてごめんね。眠いから。
まあ、同一の1位です。うん、何言ってんだろうね。ほら、まあ、とにかく同じですと。そして次に来るのが、現在。二つしかないんです。三つにいつも俺たち分けたでしょ。過去、現在、未来って三つに分けたんだけど、実際は二つで考えたらいいんだよと。過去と未来はペアだから、もうカップルだから、こいつらは二つで一つ。そして次、現在が来るんだよって。それだったらしっくりくるなぁと思いました。うん、まあ、結局ところ、因果律っていう考え方は、哲学的な因果律っていう考え方ではね、やっぱ、未来は決定してます。だから、運命は決まってるって言っていい。結局だからもう一回言うけど、結局のところ哲学的な考え方でも正解です。未来は決定してます。決定してるんですよ。ただ、言い方としてがまずかったのが、現在の全ての要素が未来を決定してるというのが間違ってる。うん。多分ね。哲学的な意味での原因と結果は何の問題もなく OK。 ただそれをもっと詳しくなんか数学論理的に言い出したらね、ほら今の状態が全て分かったらそら当然分かると思ったんだけど、実はね俺も昔思ってたの、前は思ってたの、数日前までは。でもちょっと違うぞと。たとえ把握しても把握しきれてないものがあるし、ああこれわかんねえわと。だから未来は確定していると言っていいのかと悩みました。でもね、未来は確定してるんですよ。それは始まりと終わりがペアだから。そして今があるんだから確実に未来が来るからね。確実に未来が来るんだから。ほらもう、これが、だって話し始めて未来に俺飛んでるからね、もうすでに。だから今があるってことは、未来があるってこと。ただし、今が何かわからないと。今が未来に影響を与えるんじゃなくて、始まりが未来に影響を与えていると。そして未来が過去にも影響を与えている。めちゃくちゃになってきたね。まあでも整理するととにかく未来は決定してます。そして現在が一番わかんないです。で、過去の影響を向けて当然未来に影響を受け、未来を決まります。あの人好きだと思ってアプローチするっていうのは始まりです。その結果が、振られる、振られない。付き合う、付き合わない。っていう、まあ、短いスパンで考えると、それで成り立ちます。その途中経過はよく、今一番わかんない。不確定要素がいっぱいと。確定してないことがいっぱいと。うん、それを長期的に見ると、まあ、宇宙の始まりから終わりっていう考え方まで持っていくと、うん。現在まだ進行中です。宇宙の拡大は。いつか終わりが来るでしょう。終わりが来るんだろうけど、無限大の無限大。無限大の始まりの無限大の終わりと。どうなるかはわかりません。わかりません。わかりません。ただ、頭の中で考えたのは、川の流れ理論でちょっと改良しないといけないなーって思ったけど、まあ、改良してもしなくても、結局未来は一緒なんだから、まあ、結論が一緒なんだからいいんじゃねーと思います。さあ、このくらいにして、おめめも重たいことだし、終わることにしますかね。あ、
ここだけ元気よくチャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。はい、そこ見た人はチャンネル登録お願いします。チャンネル登録ってとこをポンと押してください。はい、押せすいません、押してください。本当に嬉しいんですよ、数が増えると。減ってるとあーん、減ってるとあーんと思うんだけど、増えてるとほーほーってなるんですよ。お願いします。ではね、失礼します。また見てね。